はい、皆さんこんにちは。プロ野球スピリッツの2014スタープレイヤーモードの続きをプレイしていきましょう。今日からは楽天との3連戦です。先発は石川対美馬です。今ね、チームの状況としては4位です。 B クラス、クライマックスが危ないと、まあ、そういう順位にいますので、下位チームのね楽天には絶対に負けられません。今上位はソフトバンク、日本ハム、オリックス、これが A クラスです。で、 B クラスの方に、まあ、ロッテとライオンズと楽天、この3チームが、まあ、ほぼ団子と言っていいですね。ですので、まあ、下位チームには絶対負けられません。まずは先制を許しています。追いつこう、なんとか、7回の表、ノーアウトランナーなしです。ここはチャンスメイクに徹底しましょう。7回の表、追いかけるマリーンズの攻撃、パウアー入ります。2試合当たりが出ていません。小宮山さん、三馬です。ネット力投が続いているんですが、ベンチもリリーフは考えているんでしょうか。まあ、そうですね。もうストレート系統ということで、動き出すんじゃないですかね。そろそろ変え時なのかもしれません。変化球が決まりました。うわー、このカーブは打てない。低めに外れてボール。これはストレート外してきましたね。フォーク、ツーボールツーストライク、誘い球のフォークですか今のは。さあ、そろそろ失投来い。シンカー外れてツーボールツーストライク。ストレート来い、甘いところにストレート。うわー、フォークかー、見逃し。もう一回回ってきて、もう一回、よし、9回の表、5点負けてしまってます。初球時、この当たりはどうか。ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。ワンアウトランナー。ツーベースヒット。試合の方はね、完敗ですね。試合を制したのは楽天イーグルスです。今日は西さん、今日は初戦なんで取りたかったんですが、残念ながらの敗戦。次の試合はね、絶対負けられなくなりましたね、これで。ブランコね。セッツとペーニャ。さて、第2戦目、神園、これは打ちやすそうですよ。チームの方もね、なんとか1勝1敗のタイに持ち込めるように、まずは先制点取ってもらいたいですね。いかんせんパーちゃんはね、試合の後半以降の出場、まあ、ある程度流れができてしまっている中での出場ってことになりますので、まあね、自分の活躍で流れを変えるっていうことができるかもしれないんですが、まあ、もうすでにね、試合が消してしまっているなんていうケースも、今シーズン多々ありましたんで、なんとかね、早くレギュラーを取って、最初からね、試合に出場できるような環境を作っていきたいと思います。まずは先制点、2点先制しましたよ。そのまま行こう。6回の表、ワンアウトランナーなしで第1打席目回ってきています。
バッターは7番に入っているパウアー。昨日のゲームは当たりがありました。まだ神園が投げてるはず。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。まあここですよね。ここをどう打ち取るか。そうですね、ここは踏ん張りたいところ、うん、まずはドロップカーブ、ストレート狙ってますんでタイミングが全然合いません。内へのシュートが外れます。シュート、これは手が出ないか。うわー、これは打てないな。うわー、最悪、最悪だ。かあ、1点返されてしまった。お、ノーアウト満塁です。いてててて、まだ引き続きぎっくり腰なんですね。ちょっと今体をひねったら猛烈に激痛が走りました。さあ、ここでマリーンズ代走を送ります。ミキがファーストランナーに入ります。さあ、ピッチャーは誰だ。宮川、ストレート、スライダー、スラーブ。スラーブを投げられる前にストレートで決めちゃいましょう。まずはスライダー、フォーク、これはボールです。試合を決める1本。よく見ています。フォークが2球続けてきましたね。ワンボール、あ、スリーボールワンストライク。これはスライダー。最後はスラーブで来る可能性が高いですね。これは押し出しです。バッター今一塁に進んでいきます。西さん、いかがですか。お、もう一回回ってきましたよ。ツーアウトランナー三塁二塁。さっきはね、四死球でしたからね。イーグルス、ここでピッチャーが変わります。右バッターが続く場面で小山。お、ゼフ城だぞ小山は。どうでしょう、データ。ストレート、148キロのストレート、そんなに速くは投げられないはずですね、ゼフ城なんで。あ、それでも143キロ。ああ、まあ最悪だ。最近ちょっとこのパターン多いんですよね、どん詰まって内野の、ライナーっていうのがね。まあ、試合の方には勝ったんで、まあ、よしとしましょう。楽天イーグルス、痛い敗戦となってしまいました。小宮山さん、とても緊張感のある引き締まったゲームでしたよね。いかがでした。そうですね、あともう一つというところですけど、まあ、残念ではあります。第3戦目です。今日勝ってね、2勝1敗勝ち越して楽天との戦いを終えたいですね。
は晴天に恵まれました。楽天コボスタジアム宮城からお伝えしてまいり、まずは先制点、うん、いいよ。あ、早速逆転されて、さらに逆再逆転。おお、いいぞいいぞ、このままこのままこのまま行こう。はい、ツーアウトランナーなし、6回の表です。6点リードの場面、これは、自分のためにヒットが1本欲しいです。2試合当たりが出ていません。ピッチャーはもう変わってるでしょうね、9点も取られて。お、小山に変わってる。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。ユーキリス、ダメか、当たりは悪くなかったんですが、んー、ナイスフィールディング。うわー、もう回ってこないか。まあ、チームは勝ったんでね、よしとしましょう。何よりもチームの勝利を、まあね、喜びたいと思います。チームはね、なんとか2連勝です。さあ、移動して今日からはライオンズ戦というところになります。次回ね、さらに上位を目指していきたいと思いますので、引き続き応援をよろしくお願いします。というわけで、今回も最後までご覧いただいた方ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。